濃い緑色でまっすぐに育った森町のきゅうり。温泉熱を利用したハウス栽培で育てられたものです。道南で育てられたきゅうりは収穫が本格化するこの時期から北杜市にある専用の選別施設に集められます。傷や曲がりがないかを機械が調べ、大きさごとに分けられて箱詰めして出荷されます。皮が薄くて本当にみずみずしいきゅうりなんで、その食感を楽しんでもらえたらと思います。夏にかけて10トン程度のきゅうりが選別され、道内各地へ出荷されるということです。